おはよう。ってことで今日はドン、この卵ダブル、アイコンチキン、ソルト&レモン、スイートチリ、エビフィレオ、この3種類がね今日マックから出てます。アイコンってなんだね、わかんないんだよ。私もこれ見た時にアイコンチキンソルト&レモンクソうまそうって思って、私レモン結構好きだからさ楽しみにしていたんですよ。でこれ復刻らしくて、卵ダブルとスイートチリエビフィレオは食べた記憶があるんだけど、アイコンチキンソルト&レモン食べた記憶がないんだよね。私食べたことないのかもしれない、これ10年以上前の商品。え、そうなの？まあそれはわかんねえわ。私が生まれてない可能性まである。まあってことでね、食べちゃおうかな。何から食べようかな。期待してないのから食べよう。卵ダブルかな。まあ左から順に食べていこうかな。まず卵ダブルいただきます。あ、卵ダブルはね袋が本当に汚れてません。全然ソースとかもはみ出てない、ベトベトしてない、超食べやすそうな感じだわ。いただきます。うん、ベーコンがうまいわ。胡椒がすげえ効いてる。ソースはこれね、めっちゃペッパーだよ。これペッパーマヨみたいな感じ。あれ、私これ食べたことあると思うんだけど、こんなうまかったかな。しかもこれ何がうまいって、ソースが上と下どっちもあるんだよ。一番上のパンの下と一番下にあるから、すっげえソースが回ってるっていうか、全体的にソースがなんか染み渡ってる感じでうまい。あとやっぱりね、このマックのなんか素朴な卵ってうまいよな。そう、味がね全体的に染み渡ってて、胡椒が好きな人は絶対好きだこれ。私ペッパー大好きだからマジで好き。辛くない？まあ、結構辛いかも。結構辛いね。いや、このソースマジでうまいわ。ペッパーマヨとなんかちょっと玉ねぎみたいの入ってて最高に美味しい。まあちょっとね、これは難点はね、やっぱバックのベーコンが入ってるバーがあって、ベーコンって2口目か3口目かね全てなくなるから、もうそれを抜いたらパーフェクト。で、あと昔はなんか照り焼きとかそういうこう肉にタレがもう絡みついてるハンバーガーが好きだったんだけど、最近はねこういう何もついてない、こういうもう肉肉しいのうまいんだなってなんか改めて思うわ。ってことで卵ダブル食べちゃいました。そう、酢のハンバーグいいよね。まあそこら辺は大人になったんだなって思う、自分の舌が。ポテトうまってことで次、アイコンチキンソルト&レモン。これだけ箱なんだよね。他2つはなんか箱じゃないんだけど、一番楽しみにしてた、これが食べたくて一昨日バーキン食べたんだけど、その時はもう1個で抑えた。これのために、今日のために我慢したんだよ。だからもうね、持った瞬間唐揚げ、匂いが唐揚げだわ。いや、うまそう。じゃあいただきまーす。うまい。これも結構胡椒がなんか効いてる感じで、でしかもなんかちゃんとねチキンに味がついてるな、すげえ。ソルト&レモン、まあレモンは思ったよりレモンではないけど、でもちょうどいい。
まあ、こういうチキン大好きなんだよな。そう、しかもチキンがちゃんとジューシー系だね。だけど味はちょっとさっぱりみたいな。めっちゃいい、めっちゃうまい。でしかもあの鶏皮がついてるからうまい。チーズもなんかね、なんかヘルシーだな。なんかくどくないぞチーズも全然。うん、チーズの主張は少なめ、あんまり主張ない。鶏皮ねパリパリだよ、唐揚げっぽい感じ。そりゃレモンに合いますわ。まあでも想像より結構しょっぱいかな。あ、これね玉ねぎ入ってるよ一番下に。でもそれがさらにうまいんだよな。玉ねぎ合う。であとなんかねこのね一番下のこのソースがさちょっとジャリジャリしててうまいんだわ。胡椒とかがジャリジャリしてんのかな。これマジで好きだ。これ何がジャリジャリしてんだろう。胡椒と塩となんだろうな、ニンニク、なんかレモンハーブソルトみたいな感じでうまいなこのソース。これね女性が好きな味だわ。なんかマックっぽくないわ。マジで重くない。これは2個食べた方がいいみんな。うん、これ1個じゃ足んないよ。写真ぐらいチキン大きい。あー、まあ写真よりちょっと薄いぐらいかな。横とかは変わんない。でもマジでうまかった。これソースが一番下にあるのもいいわ。癖が強すぎないスパイス感がね全体的にいいわ。あと何が一番いいかってね、やっぱチキンに鶏皮がついてることだね。いや鶏皮ついてんのうまいよな。まあってことで次、スイートチリエビフィレオ、これ3個目だね。これはね個人的に期待値はそんな高くない。なんか前食べたことがあるんだけど、前回はこれじゃなくて普通にエビフィレオでいいやって思った記憶があるんだよね。だからそんなにき期待はしてない。これうまそうだけど微妙なんだ。うん、ちょっとわかんない、まだ記憶違いかもしれない。ってことでいただきます。こんな辛かったっけ。うわ、これね甘辛、甘いんだけどめっちゃ、甘さめっちゃあるんだけど辛さも辛い、やばい、甘辛酸っぱい。でもまあ発狂するほどではないかも。今までいっぱい辛いバーガーあったけど本当にギリギリの1個上ぐらい、ギリギリスレスレ、あーちょびっと超えちゃったぐらい、私からしたらマヨがあるから耐えてるぐらい、マヨとこのレタスの水分量で耐えてるみたいな。何の酸味なんだろう、なんだろうね。あ、レモンって書いてあるわ。スイートレモンソース、スイートチリソースとスイートレモンソースを合わせたって書いてある。結構多分ね想像より酸っぱいよ。辛いのね最近多いんだよな、ハンバーガーで。なんでなんだろう、なんか前より多い気がするんだよね辛いの。なんかどこの店でも定期的に辛いのこれ流行ってんのかな、人気なのかな。辛いと幸せになれる、はぁ、理解できねえわそれは。ちょっとえド M なの、意味がわかんない。辛いの食べて幸せを感じる人の理解ができない私は。よし、ごちそうさま、食べ終わっちゃった完食。順位はね、俺はねなんか辛いのがあるときはあんまり順位参考にしてほしくないっていうのはあるんだけど、アイコンチキンソルト&レモン卵ダブルは、これねどっちが1位かね悩むぐらいだね正直。なんかねチキンはねうまい、本当に美味しい、味マジで好きなんだけど、満足感で言ったら卵ダブルに劣るんだよね。そう、ボリュームが足りないっていうか、まあやっぱりマックっぽくない、あっさりしてるから。え、マジで味本当に好きなんだけど、満足感で言ったらもう2個食べたい、1個だとなっていう。卵ダブル
ルはね完璧なんだよね。これはなんか一見こう別にそそられないっていうか、を見た感じ、あ別に普通そうみたいな、え超うまそうってならないじゃんあんまり。でそのギャップもあるのかもしんない。超うまそうってならないのに食ったらえマジでうまいってバランスやばいってなるんだよ。そのギャップに私はやられてるのはあると思う。ベーコン邪魔じゃなかった。まあベーコンは別になくてもいい。だからこれに関してはベーコンが一口目でなくなったとしても別にいいかな。そう、なんなら最初にベーコン。あとね、この 100% ビーフパティが、ダブルビーフパティはね、うまいんだよな。やっぱ。いつだってうめんだよ。マックのこれ。ダブルビーフはバーキン感ある。そうね、わかる。そうそうそう。卵ダブル1個と、チキン&レモン。アイコンチキン、ソルト&レモンが2つで同率って感じかも。アイコンチキンもダブルにしたらどうかな。もうそしたらこれが優勝だね、絶対に。うん、でも私がもう一回明日マックを食べるって考えたら多分これ2つ買うな。って感じ。